こんにちは、ヒロさんチャンネルのひろきです。アシスタントのゆうわです。というわけで本日はですね、ヒロさんに落ちる志望動機を紹介していただきたいなというふうに思っております。最近めちゃくちゃ志望動機の添削してるんで、すごいみたいですね、今、数が。数がすごいです。半端じゃない数。半端じゃない数やってるので。これはありがちで、みんな失敗してるなっていう。やっぱ共通してくるんですね。結構共通します。共通します。はい。よくあるあるな、みんなやりがちな志望動機の NG 例を紹介してみたいと思います。はい、最初にですね、具体例をお伝えしていく前に、はい、志望動機何が大事なのか、はい、みたいなところからお伝えしていければと思うんですけれども、はい、志望動機ですね、伝えた結果こうなるといいよっていう部分が、そういう風に考えてうちの会社を志望してくれてるんだったら、めちゃくちゃうちの会社で活躍してくれそうだね、こう思ってもらえるような志望動機であれば OK です、はい、じゃあ具体的にどういうことを話せばその結果得られるのっていうと、うん、2つありまして、はい、1つは自分がその会社で働くメリット、2つ目はその会社があなたを雇うメリット、この2つの円が重なる場所、ここを志望動機で話すと、そういう風なことを思っているんであれば、うちで会社で働くことはあなたにとってメリットがあるからすぐには辞めないだろうし、うちがあなたを雇うということはすごく活躍できそうな人だという風に伝わったからめちゃくちゃ良さそうだねってことは、長く働いてくれてしっかり成果も出してくれそう、それはお互いにとっていいマッチングになりそうだから、ぜひうちに入ってほしいという結果を得られやすくなるので、そういった視点で志望動機を作っていただければなという風には思います。はい、っていうのが前提の上で、どういう志望動機が共通項として良くなるかみたいなところを具体的にお伝えしていければと思います。はい、じゃあまず一つ目お願いします。一つ目、自分にしかできないそんな仕事がしたいです。そもそも仕事においてその人しかできないことなんてあんまりないんですよね。ヒロさんじゃなきゃできない仕事なんですかっていうと、あんまりない。あ、そうか。で、それが悪いのかっていうと別に悪くもなくてですね、なんか自分らしくありたいという気持ちから、自分だけにしかできないってことをやりたいみたいなところなのかなとは思うんですけど、まあ、それってそもそも組織においてっていうところでいくと、やっぱり誰かしかできないことがあるっていうこと自体が会社にとってリスクで、その人が辞めてしまったら物事が動かなくなってしまうっていうようなことなので、はい、なのでいい意味で会社としてより大きな価値を世の中に提供していくために仕組み化ということをしていきますし、誰でも替えが利くということでは全然ないんですけれども、その人じゃなきゃできないみたいなことはみんなで休んだ時にもうまく回るようにやっていこうよというふうに、こう仕事って成り立ってるものだったりするんですね。そういった中でもちろん自分にしか出せない価値を出していきたいって思ってること自体は悪いとは全然思わないです、はい、とは思わないんですけど、めちゃくちゃ先の話で先輩のやってることを真似たりだとか、まあ、会社にあるマニュアルをその通りにまずできるようになるみたいなところができて、実績を積んだ先としてオリジナルになっていくというステップだったりするんで、いきなりここのてっぺんをやります私はそこっていうふうになると、その地に足ついてない感じで伝わってしまったりするもの、典型例みたいなところが、私は自分にしかできない価値を提供するなみたいなところだったりするんで、もうちょっとこう今の自分の実績とか能力に合わせた伝え方をする方がフィットしやすかったりするなと思います。ちょっと先すぎるってことですね。もうちょっと手前で喋ってくれる。そうなんですよ、まあ、将来的にはって言われた時の究極系はこれですみたいな言い方とかだったらまだいいかなと。なんか志望動機じゃなく、なんかこう将来こうなりたいみたいな人物像ありますかみたいな質問で、自分にしかできない仕事ができるような人になりたいみたいなことやったらまだありかなと思います。志望動機で言うことではないないかなと思いますね。はい、じゃあ続いてお願いします。続いてはですね、理念に共感しますですね、うち理念大事なんで、それを共感してる人しか採用しませんって言ってる会社には別に全然ありだと思うんですけれども、まあ、一般的には私はあまりプラスにならないかなというふうには思ってます、はい、理念を見てこの理念共感できないなっていう会社って見たことありますか？大体いいこと書いてあるじゃないですか。確かに、はい、みんな共感するんですよ。当たり前ってことですね。そうなんです、うん、みんな共感するものを共感してますって言っても100人中の3位にはなかなか入れないというふうなところがあるので、そこの100人中3位に入るような共感の仕方とか、うん、そういう伝わり方がするのであれば良かったりするんですけど、うん、結構問い扱いが難しい領域かなと思うんで、あえて選択しない方がいいんじゃないかなと思ってます、うん、続いてはですね、はい、何をしたいか分からない抽象的な表現になってる。例えばなんですけど、はい、固定概念にとらわれず自分から挑戦したいことを形にでき成長できる環境があると感じ志望しましたみたいな抽象的な表現を積み重ねてくるパターン、つまり何みたいな、うん、ようになってるのってやっぱ伝わらないので、うん、それは良くないという感じですね。これどういうことかと言いますと、はい、固定概念にとらわれずっていうのは、具体的に何かその会社が独自性を持ってやってる何かがあるから言ってると思うんですよ、はい、だったらあなたの会社のこういうところが魅力的に感じましたって具体的に言ってあげた方がいいですし、自分から挑戦したいことを形にでき、これもすごいよくわからない。では
こんな挑戦をした実績が御社にはありますとかって言ってればすごく具体的なのでよかったりとか、成長できる環境があると感じみたいなところも、やっぱ成長ってどういう環境が自分にとっての成長かっていうのは言葉にしないと分かんないところなんで、自分はこういう環境で働いたら成長できると思っている、うん、そして成長したくて御社にはそういう働く環境があるから魅力的に感じてますみたいな、こういう風な感じで言ってくれると、ああ確かにうちそれできるから合ってるねって思ってもらえるようになるっていう、ふわっとするといろんなところで引っ張ってきた言葉使ってんだろうなみたいな感じで思われてしまうというリスクがあるんで、具体化するのが重要となります。はい、続いてはその業界目指している人をみんな思ってるなという理由を話しちゃう。ああなるほど、それこそテレビ業界だったらみんなを笑顔にしたいとか、まさにです、はい、まさにですみたいなのとかはやっぱりあんまり良くない。でまあ、はい、本当これ同じことを繰り返し言ってるんですけれども、やっぱり100人中3人に入るっていうのが重要なので、やっぱり何回に行かれてるのか、はい、みんなが思ってることだなっていうのの一歩二歩先を行くっていうのが重要になるんで、うん、さっき誘惑が言ってくれたみたいなのとかっていうのは、やっぱりテレビとかエンタメ業界で誰かを楽しませたいんだって、うん、もうみんな絶対思ってる、うん、はい、例えば人材業界であれば人の人生のターニングポイントに関わりたいみたいなとか、うん、寄り添いたいとかってみんな思ってるんですね、はい、それぞれの業界に、まあ、一つ二つ思い浮かぶのって結構あると思うんですよ、はいはい、みたいなのは基本的にあんま使わない方がいいかなと思います。本当にそれな場合もあるじゃないですか、はい、の場合はテレビで人を笑顔にしたいと思ったのはなぜなのかっていう経験がちゃんと紐づいてればあるあるの仕事時でも OK、 ものによるっていう回答になるんですけど、はい、例えば自分が辛い時にテレビを見て救われた経験から笑顔を届けたいって言ったら自分のストーリーじゃないですか、はいはい、でもこれだとダメなんですよ。だってテレビって面白く作られてるんですよ、見た人みんなそうなるようになってて、そのレールに乗ったら結局多くの人と一緒になってしまうんですね。その経験もあるあるですもんね。そうなんですよ、そうなんですよ、そうなんです。ストーリー紐づいてるまるではなくて、うん、あー確かになみたいな。例えば MR でなりたいです、はい、MR で働きたいのは薬を届けてお医者さんにいい医療のサービスを提供したいからですって言ったらもうあるあるで受からない。でも例えばそこに対して自分の死んだ父親は MR で、うん、でその父親が本当に取り組んだ MR っていう仕事どんな仕事なんだろうと思って興味を持ったことをきっかけに、自分は薬学部に進学して薬学を学んできたし、さらにこれからはうんぬんかんぬんみたいな、そういう風なストーリーがあると多くの人が思うことではなくなっていくわけですよ、はい、だんだんと。ストーリーも独自性がないといけない。そうですね、絶対何かあるはずですもんね。そうです、具体的にそこをなりたいと思った理由が、そうです、具体的に話せば差別化した内容になっていく、なってきます、はい、というところで今日はですね、まあ、よくある NG 志望動機、落ちてしまうという志望動機を紹介していきました、はい、自分の志望動機が今回の NG 理由に当てはまってないかっていうところを見ていただいて、さらにブラッシュアップして通過率を上げていただければなというふうに思います。で自分の作った志望動機添削してほしいなっていう方はですね、概要欄にあるキャリエモンというサービスにですね投稿していただければ添削するので投稿していただければなというふうに思います。皆さんの就活が成功することを心より応援しています。最後まで見ていただきありがとうございました。